さあ本日初日の競争後半戦のカードで第8レースはトワイライトエイト、まず1、2、3、4、5、6と枠なりで出揃ってまいりました。さあ穏やかな競争水面となってまいりまして、現在もほとんど風は吹いておらず、1号艇で高浜ヨシスター、ここは高浜初日1回走りで気合の陰線となっています。その横2号艇の松本慎吾、3号艇の小松拓司と並んで1分前で単マーク横に1、2、3、そして4号艇の峰竜太登場、今大会の看板レーサー、今年住の家は3度目の登場、前回4月の周年の対抗賞は優質の5着、今回は初日から大整備完工で1走目活躍なるか注目です。さあ人気の両者、インコース1号艇の高浜、4コースカードから4号艇の峰竜太、後半戦注目の第8レースのトワイライトエイト、ダッシュの3艇から功績上がってまいりました。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、枠なりの3対3、2秒、1秒、今スタートしていきました。さあスリットがわずかにダッシュ勢、5号艇の天野が出ていきまして1マーク、まずは逃げる1号艇の高浜、握っていって3号艇、刺して2号艇、4号艇、あと後ろ6番、5番と回って、さあバックトレッチャー陰線から踏ん張って1号艇の高浜よしさ、2番手争いは左内からスルスルと4号艇の峰竜太上がってくる、わずかに3号艇、6号艇、2号艇が控えていまして後方に5号艇の順、なおスタートは正常でした。ライン単マーク、トップは抜け出した1号艇の高浜、2番手争いは6号艇の以下回った、外を全速3号艇、内から差し返して4号艇ですが、ここはさばいて4号艇の峰竜太が2番手、今度3番手争いには3番6番接戦状態となっていまして2周目と入ります。さあ初日メインのクラウンドリームスタート10秒前、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なりです。3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートは2コースから2号艇、3号艇、4号艇、わずかにこの辺りがいいスタートですが、1マーク、インから伸び返して1号艇の峰が先前、刺して2号艇のまくっての3号艇、後ろ5番、4番、6番ですが、バックスリッチはここはあっさりと逃げ切った1号艇の峰竜太、断然人気。さあ2番テラスに2号艇、3号艇、両者並んでまいりまして、そして5号艇、6号艇が上がってきて、後方に4号艇、なおスタートは正常でした。ライターンマークはトップ抜け出した1号艇人気の峰、注目2番テラスは、まず6号艇の前田がいった、その外から3号艇、内から2番、5番、4番と回ってきますが、さあ2番テラスは、内外に広がってわずかにアウトから3号艇上がってきて飯島でレーサー2周目とあります。さあ2日目後半戦は峰竜太登場の第8レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり、3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇、あとは3号艇、5号艇がわずかに出ていきます。まず逃げる1号艇の田中貞夫で握っていって3号艇、刺して2号艇で後ろから5号艇、あと4番、6番と回って、さあバークセッチャー現在トップ争いに並んできた。1号艇と2号艇と、そして5号艇のミネ、バック内から伸びてまいりまして、ここで5号艇のミネが先頭に出てまいりました。そして2番、4番、1番、3番固まって後方6号艇、なおスタートは正常でした。ライン単マーク、トップで回って5号艇のミネ、追っつけて4号艇、さあ仕返して2号艇、後ろ1番、3番、6番ですが、先頭は5号艇、完全人気のミネ、そして2番テラスに今度は1号艇、2号艇、4号艇、3艇接戦状態。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なりで間もなくスタート。1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース1号艇の平田がトップスタート、そして2号艇、3号艇、4号艇、1マークは逃げる1号艇を握って3号艇、刺して2号艇のミネ、後ろ5番、4番、6番でバックスリッチャー見事なイン速攻から1号艇の平田健之介、2番手争いですが2号艇のミネ竜太上がってきて1番、2番と人気の両者、そして3号艇、5号艇が並んでまいりまして、あとは6番、4番となっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回って1号艇の平田、2番手争いは5号艇回るところ外から握った2号艇、内から小回り3号艇ですが、先頭1号艇、2番手争いは握った2号艇のミネ、その後ろ今度は3号艇、5号艇並んでまいりまして、レースは2周目とあります。ステージ3コースから6号艇の峰竜太、注目の第11レース予選特別 A 戦、12秒進が回っています。スタート10秒前、インコースから1番、2番、6番、3番、4番、5番、3対3で間もなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。さあスリットがわずかに2コース、3コース、2号艇、6号艇、あと3号艇も出ていきますが、1マークは逃げる1号艇の伊藤、刺して2号艇で真ん中を6号艇の峰竜太、後ろ4号艇、3号艇、5号艇、さあバークセッチャー突破争い、逃げる1号艇、刺して2号艇、真ん中6号艇挟まれて危ないところですが、突破争いに1号艇、2号艇、6号艇、後ろから3号艇、4号艇も上がってきて後方5号艇、さあ突破争いが混戦、なおスタートは正常でした。第2ターンマークではまず2号艇の渡辺が行って、その懐を切り替えて6号艇が差し返して真ん中1号艇が攻めていきますが、先頭争いは2号艇、1号艇、6号艇、わずかに2号艇の渡辺、しかしまだ1号艇、6号艇も控えていまして、レーサー2周目とあります。
さあ、ここ注目の断然人気の峰竜太の陰線となって後半戦第8レース予選競争12秒進が回っていまして、スタート10秒前インコースから3番2番4番5番6番1番の3対3で進入です。1秒、今スタートしていきました。コーススタートはインコース3号艇の峰、その横の2号艇、4号艇、5号艇、この辺り、まずは逃げる3号艇の峰、刺して2号艇の握った4号艇で、後ろ6番、5番、1番でバックスリッチあっさりと逃げ切って3号艇の峰ルーダー、早くも水が空いて、さあ2番テラスには2号艇と4号艇、両者が競っていまして、わずかで6号艇、偶数艇取りを、後方では1号艇、5号艇が接戦状態、なおスタートは正常でした。ランタンマーク、トップ抜け出した3号艇の峰、注目2番テラスには2号艇の古澤もあって、懐、4号艇、6号艇と攻めていきますが、2番テラスには2号艇の古澤慎二、今度3番テラスには4番6番接戦となっています。先頭は早々と抜け出して3号艇の峰竜太、2番さあここも峰竜太の相手探しの一戦となって4日目ラスト一般特別戦第12レース残り10秒切っています。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり進入、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。コーススタートはインコースから1号艇の峰、2コースの2号艇、4コースの4号艇、1、2、4。まず逃げる1号艇の峰、刺して2号艇の船岡、握った3号艇の後ろ4番、5番、6番で、バークスレッチャー、ここもあっさりと1号艇の峰竜太。そして現在の2番テラスは2号艇上がってきて、船岡でインコース2コース。そして4号艇、3号艇が並んでいまして、後ろ5号艇、6号艇が接戦状態。なお、スタートは正常でした。ラインタンマーク、トップで1号艇の峰、そして2番手2号艇回った懐を救ってくる6号艇、真ん中4号艇が攻めていきますが、さあ2番手は現在2号艇で船岡踏ん張って、3番手から今度は6号艇の河野デレーサー2周目とあります。先頭だけが抜け出した1号艇の峰、現在人気の両者、インコース1号艇の宮下元次、4コース角から5号艇の峰竜太、後半戦のカードで第7レーススタート10秒前、1番2番3番5番4番6番の3対3、まもなくスタート、2秒、1秒、今スタートしていきました。コーススタートはセンターから3号艇、ダッシュ勢から5号艇、4号艇、この辺り出ていきますが、1マーク、インから伸び返し、1号艇の宮下先前、刺して2号艇、真ん中3号艇、5号艇、攻めて後ろ4番、6番です。さあ、バックスイッチは現在1号艇、陰線からの宮下元次、一定心で迫ってくるマクリ座敷だ、5号艇の峰竜太、1番、5番、その直後に2号艇、3号艇が控えていまして、あとは6番、4番、なおスタートは正常でした。ラインタンマーク、まずトップで回って1号艇の宮下、追っつけてくる2号艇、3号艇、外を全速5号艇が回っていきますが、先頭1号艇、そして2番手は5号艇、まだ一定心から2停進、3番テラスイ、2番3番レーサー2周目とあります。さあ今大会の新内峰竜太の相手探しの順位ラスト第11レース残り10秒切っています。1番2番3番4番5番6番枠なり3対3、まもなくスタート、1秒前、今スタートしていきました。さあコーススタートはインコースから5コースあたりまで1、2、3、4、5が揃ったスタート。まずは逃げる1号艇の峰で握っていった2号艇の伊藤、刺して3号艇、真ん中5号艇、あと4番6番ですが、バックスイッチは見事陰線から踏ん張った1号艇の峰竜太、そして2番手集団に2号艇、3号艇、5号艇、さあ2号艇か3号艇か5号艇か、後ろ4番6番接戦、なおスタートは正常でした。ラインタンマーク、トップで1号艇の峰、2番手争いが突っ込んでくる5号艇、その懐を3号艇、2号艇が差し返してきますが、接触がありましたが、さばいて3号艇の前田が2番、そして3番手5号艇上位奇数艇トリオ135レーサー2周目となります。墨の絵シティナイターの第35回墨の絵王冠競争、今回戦前の予想通りのファイナル決戦、1号艇の今大会の V 候補峰竜太を取り巻く本命ムードをたっぷりの第12列の優勝戦です。さあゆっくりと6艇枠なりで出揃ってまいりまして、1、2、3の4、5、6、穏やかな競争水面上でゆっくりと枠なりで並びそう。さあ1号艇の峰竜太、イン2王立ちで今年 V4 の隅の絵 V6 に王手、2号艇の上野慎之介、4場所連続優勝で3場所連続 V なるか、3号艇で飯島明宏、隅の絵5度目の優出で V3 に挑戦、そして4号艇の渡辺雅史、引っ張るでしょうか、隅の絵は連続で4回目の優出、5号艇の前田敦也が今年初優出の隅の絵初優出、そして6号艇の森本慎介も今年初優出の隅の絵初優出です。
さあ、スローは1、2、3で固まってまいります。ダッシュ勢もそのまま4、5、6で、これで枠なりで3対3に分かれてまいります。少し早めに進入体系固まってまいりました。さあ、最後も看板レーサーの相手探しで、峰竜太の鳥を飾るスミネ王冠競争のラストの優勝戦。残り10秒切っています。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なりです。2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース2コースの1号艇と2号艇、ダッシュ勢から4番5番出ていきますが、1マーク、逃げる1号艇の峰、刺して2号艇の上野、握っていった3号艇の後ろ4番5番6番ですが、バックセッチャー、ここも陰線から圧勝で、峰竜太早くも抜け出して、隅の絵 V6 へと向かっています。さあ、2番テラスに2号艇、3号艇、内から4号艇が上がってきて、後ろに5号艇、6号艇、なおスタートは正常でした。ライタンマーク、トップ、ここもあっぱれな1号艇の峰竜太、さあして2番テラスに突っ込んでくる4号艇、外を3号艇、2号艇へ揉まれたが、候補から5番6番ですが、さあ、2番テラスは今度は内外に広がって、3号艇、4号艇、2号艇もうずれてレーサー2周目へとあります。さあ、ここで2番テラス接戦もわずかに直線コース真ん中から4号艇の渡辺上がってくる、内から2号艇、外から3号艇で、さあ2周目の出し3マークの注目2番テラスは2号艇の上野が行った、外を握った3号艇、内から4号艇が差し返してきますが、2番テラスはまだまだで、3号艇、4号艇、わずかに2号艇の上野が遅れた、アウトから今度は3号艇の飯島明宏上がってくる、一定審査で4号艇と2号艇まだ3、4、2が固まって、後方の5号艇、6号艇遅れました。ライタンマークトップは抜け出した1号艇、断然人気峰竜太、そして2番テラスや3号艇回って、後ろから4号艇と2号艇ですが、2番テラスや3号艇の飯島明宏、そして今度3番テラスや2号艇、4号艇が接戦でレーサー最終周回へと入ります。さあ、優勝戦は134か132となるのか、先頭には1号艇の峰竜太が最後も完璧なイン逃げ、そして2番テラスや3号艇の飯島明宏、3番テラス4号艇回って外から全速、2号艇の上野慎之助ですが、4号艇キャビってアウトから2号艇の上野が3番手、上位が1号艇、3号艇、2号艇ですが、3番2番の差、一定審から二定審、1号艇の峰竜太は今年4回目、隅野では6回目、通算では81回目の優勝が目前で、今大会も役者が違う見事な走りであっぱれな優勝。そして2番テラスに3号艇回った懐、2号艇の上野が攻めていきますが、指定コンビならずです。2号艇の上野は3番手、優勝戦は132の内訳算定、まもなくゴール、優勝1号艇峰竜太ゴールイン、あっぱれ。3番2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、最後尾6番がゴールイン。